はい、2本目のマイクが回ってまいりましたので始めさせていただきます。君の会と申します。よろしくお願いいたします。さてまず、私も明日は行くんですが、初日の日本年で2回のイベント参加された皆さん、初刑初士の皆さん、お疲れ様でございました。どこに行ったかは、行かれた方だけ分かっていればよろしいので、そこら辺はスルーします。明日から私も3日間行きますので、現地で会ってもスルーしましょう。よろしくお願いします。さて、まあ、その辺の話は脇に置きまして、一応政治の話でございます。政治の話をしようと思います。皆さん、日韓合意っていうのは覚えてますか？覚えてますかね。慰安婦問題、自称です。自称慰安婦のおばあさんたちが金くれと、謝ってくれと言うから、金をあげると、財団作ると合意した2015年、5年前ですね。もう間もなく6年目にかかってしまいますが、それの、韓国の最高裁、韓国の大法院といえば悪名高き大法院でありますが、まあ、そこに行った時を来まして、そこで韓国の憲法と合憲か違憲かという判断がされておるというのが、昨日か27日にあったんだそうであります。日和りましたね。はい、てっきり違憲、憲法にそぐわない、これは無効だって言ってくるものだと、そう思っておりました私。はい、しかし政治問題だから裁判になじまないという言葉で濁しておりますが、つまりは違憲ではないということは、どんなにグレーとはいえ韓国的には合憲だって言ったも等しいわけなんですね。でも奴らは実質的に、奴ら、かの国では、実質的には財団、癒し財団は解散しの、6億円どっかに行きのしておるわけであります。さてこの大法院、今回はこの癒し財団、慰安婦合意についてはなぜか憲法での判断を避けやがりました。が、先日1年経ちました。先日は2、3ヶ月前ですね。1年経ちました。募集校、向こうでは徴用校でしたの判決では、政治的な意向だからという今回申し上げたことを使わずに、政治の言っていることを、要は文政権の言っていることを丸呑みにして、日本企業に賠償を命じることとなりました。これどちらも変わらないんですよ。合意か条約かの違いはありますが、先に日本と他の国の間で取り決めがあり、それについてどう反ずるかっていうのがいずれも議題、論点になっている案件でありました。しかし全然違う判決をこの韓国や他の国大法院は行っている。ただこれも文政権のその時の支持状態、勢いに左右されただけかなと思っております。募集校の時はまだ文政権に勢いがありましたので、一応は文政権の意向に沿う形でやりました。でも今現在他の国の経済はあまりよろしくない、支持率もあまりよろしくない、そして雇用情勢もあまりよろしくない、我々日本も経済はよろしくない、雇用はよろしくないと皆さんおっしゃいますが、そんなものが可愛く見えるぐらいに他の国はよろしくないであります。その中で批判が定まっているから、いくら大統領が選出した裁判官とはいえ、ここで違憲ということはいいねなとなったようであります。まあ、それはいいでありますが、もし判断差し控えるというならば、財団復活して6億戻してちゃんと運用しろよ。我々日本が求めているのは厳正な協定の履行であります。履行しろと言っているわけであります。
金返せとは言ってません。離婚しろと言ってるだけであります。ちゃんと協定は生きてるんだから破棄してないんだから離婚しろと言ってるだけです。約束守れですね。はい、約束を守りなさい、契約を守りなさい、国と国の約束を守りなさいとしか基本的に最近は言っておりません。それが元ネタが何であれ変わらないわけであります。はい、まあこんな叫び続けると苦い顔を代表され始めますので、そろそろ収めつついきたいと思いますが、まあその辺は気に置きます。でも国と国と約束は基本的に各国の憲法なり法律なりよりも上位に来るはずです。なぜならば、一家庭、国を家庭と置き換えた場合でも家訓が、国とか家と会社が、例えば携帯買った時の売買契約、例えば家を借りた時の賃貸契約に家訓が優越することはないわけでありますね。そこだけは皆さんもイメージとして持っていただければ、見ているニュースが見ないかもしれないけど見ても聞いていただければ分かると思います。いかにろくでもないことを言い、それを日本のメディアが支持しているかということがよく分かると思います。日本のメディアは嘘を言います、偏向報道をしますというとすごいびっくりされます。ニュースで出たからってみんな言ってるじゃないですかって言われます。でもそんなことないんです。つい先日もありましたね、日本の代表的メディア NHK 日本放送協会様が盛大な誤報をしました。何か、北朝鮮から飛翔体、いやミサイルが飛んできた。そしてそれが襟裳岬の先ですから日本の東海上に落ちたというわけであります。つまり日本列島をまたいで飛んでいったとのたまったわけであります。あれでも防衛省何も言ってないよ、ね、これぐらいで30分後ぐらいに、あ、誤報でしたごめんなさいって言うわけですね。いやお前その情報どっから来たんだよって、誤報も甚だしいっつうかふざけにも程があるんだろうっていうね。これまだ政治思想にのっとって歪めた偏向報道の方がまだ可愛い。これ下手したらか、これ日本だから海戦とかこいつなってませんけど、下手したらこれ戦争勃発ですよ。武力衝突勃発のきっかけ、引き金になりかねないぐらいの誤報ですよ。これを皆さん払ってますか。受信料を無理やり徴収している NHK がやらかす、そんなもんはあってもらっちゃ困る、ね、そんなものが擁護されて国もあってもらっちゃ困る、ね、ということを言って今年締めたいかな。あさっても、この回長谷川さんに立たれると思いますが申し訳ありません。私は有明にいると思いますので来ないと思いますが、皆さん良いお年をお過ごしいただいて来年またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。